さということでね、ちょっと休んだんで、また今日の目標をクリアしていきたいと思います。なんかあったよな、ね、フレンド登録や、なんていうのかんていうの、フレンド、アクション、挨拶や拍手などのアクションを行います。これ何？挨拶。ちょっと待って、こっち向いて。ちょっとこっち向いた状態で、してほしい。こう若い人がしたらなんかすっきりするんだろうけど、ちょっと長老だけなんかガチのなんか、おっちゃん挨拶になっとる。あどうもお世話になります、お世話になります、だろうな声は。お辞儀は、あ、ちょっと似合わんな。これ違うな。あ、違う。Welcome to Japan って感じ。違う。挨拶。これが一枚。おさんなまーす。うなずく。あー、いいね。めっちゃうなずく。首を振る。ああちょっとあの EU の方のなんかあれやね、首を振るだね、手を振る。人がいい人の手の振り方や。だいぶ遠くまであの見送る時の手の振り方だけどねこれ。拍手。ちょっと待って。その足はそのピタってなっとかんとダメなんかな。まあまあいいか。掛け声。あ、はいはい。えいえい、おうだけど、えい、どれやね。えい、どれやね。もう、なんで指差し。はははは。は。いいね。いいね、よし。落ち込む、うわ。あ、でもクエスト失敗した時こんな感じだわ。これか、悔しがる。これ悔しがるとかじゃないよ、もうダダよ、ただのダダ。あら、くつろぐ。その足ふにふにすんなよ。かわいいやん、ちょっと。シャドウ。あ、そガチシャドウ。ちょっと遅くない？ちょっとなんか、年を感じる、シャドウに。イエーイ。ふざけとるやろ、これ。S な体、S、アルファベットの S やな体がね、装備披露。おお、かっけえなー。そう、何その 腕ビヨン。腕ビヨンやめろって、それやめろって、それがダサいんよ。もうすんな腕ビヨン。てか前から思ったけど、そのなんか腰につけてるその魔法のステッキみたいなの使ったことないけど、何？ねえ、腕ビヨンしよるけどさ、お前はわかる、はい、もう OK、 ステップ。ちょっと待って、お前ふざけとるやろ。いつかしてた時あったこれ。まあ、そのあれか、シチュエーションいっぱいあった方が楽しいよってことか。踊る。もう
さすも恥を知れって感じよ。しっかりこう、こう肘の角度っていうか、高いとこからね、こうして。めっちゃおもろい。うん、いいね。うん、うん。よし。ということで、続きやっていきます。まず俺、荷物、ちょっと荷物置きたい。荷物どんぐらい持ってんだろう。あ、ピッケル2、ボロピッケル2、虫網5、すりみみず10、4、ははは。これはもう置いていきたい。鉱石もいらない。よし、これも大丈夫。よし。売ってしまった。あ、置いてしまった。そうだ、俺。こっち、こっち行ってみたかった。猫女王様になんてろかんてろって言ったよ。綺麗なんか。あ、ニュアンス。ミルタンクの上にニュアンスよ。はっはっは。おお。なんかいいじゃん、いい。和気あいあいって感じ。これ何？施設が開放されていません。はーい。まだ新参者です。あら。かわいい。ちっちゃいね。はい。いらっしゃいませ、ハンターさん。ここはお供雇用窓口です。お供雇用窓口では、ハンターさんたちに仮にご一緒できるアイルちゃんを紹介してるんです。アイルちゃんっていうのが、そのお供のやつか。ハンターさんにご一緒するアイルちゃんは、お供と呼ばれていて、2匹まで連れて歩くことができるんですよ。そういう、お供を雇用するには、お供雇用窓口のメニューから雇うを選んでくださいね。私がおすすめするお供以外にも、メニューからお供スカウトを選んで、ご希望の外見や能力を選んでもらえたら、ハンターさんがクエストに一度行って帰るまでには、ご希望の子を探しておきますね。はあはあ。お好きなお供を選んで雇用したら、自宅や準備エリア、お供広場にあるお供ボードで管理できますよ。最後に、ハンターさんには、私からお近づきの印に、ハンターさんの好みのお供を見つけておきます。ありがとうございます。かわいい子でも、かっこいい子でも、お好きな外見を選んでください。他にわからないことがあれば、ヘルプを見てくださいね。今日はどんなお供を探しですか？お。あ、そういうことか。猫か。ニュアンスがつくってこと？ロケット団じゃん。うん。あ、回転？毛並み。あ。あ、アイル。メラル。アメショ。ワントーン。ツートーン。ミケ。ハンテン。うわぁ、どれがいいかな。アメショでもかっこいいね。アメショにしよう。目。うわ、釣り目、にやけ目、閉じ目、傷目。うわぁ、俺自体も傷入った時に傷にしようか。じゃあ耳何にしようか。普通、うん、普通なのかな。あー、かわいいね、垂れ目。あ、垂れ耳か。聞き耳、あ、ちょっとツンってしとる。立ち耳、おー、大きい感じね。丸は、これ丸じゃないど。
立ち耳顔もかっこいいけどね。普通にしよっかな。立ち耳にしよう。尻尾。普通はちょっとかわいそう。団子かわいい。団子いいね。鍵はもうこれちょっとかわいそうよ。ふさふさ。あ、ふさふさいいね。長丸。あ、ふさふさにしよう。ふさふさかわいいやん。声。スカウトする男のポイント。ん？どうやって声出るの？あ、Y ボイス再生。タイプ2。あ、ちょっと高いね。タイプ3。3にしよう。この音も探してきます。よろしいですか？はい、お願いします。はぁ、少し待っててくださいね。よっしゃ、ハンターさんのお供が見つかりましたよ。可愛がってあげてくださいね。もう見つけてくれた。ハンターしとる間にするみたいな言ったけど、クエストか。え、雇用したお供の名前の付け直しますか？当たり前、サイモンなんか絶対わかん。ちょっと待って、俺エレンだけにあっちやな。この子はポートですね。よし、確定。 OK。 おー、いいね。体力100、近接65、遠隔64、防御力1、1よりやばいな。テンション3、サポートカリスマ、ターゲットバランス、出撃状態出撃なし、毛並みアメーション、コメント、お供から信頼が厚いにゃ。ありがとうございます。他のお供をやっていたい時にはいつでも声をかけてくださいね。あ、そうそう、アイルちゃんがさらに大活躍できるニャンターについてはご存知でしょうか？ニャンターになったアイルーちゃんは、あ、ミスった。まるでハンターさんになったかのように行動することができるんです。あ、ハンターがニャンターね。自宅や準備エリア、お供広場にあるお供ボードのメニューの中から、ハンター、ニャンター切り替えを選んで、モード切り替えを選ぶと、ニャンターに切り替えができます。もう一度モード切り替えを選んだら、ハンターに戻ります。ニャンターにするアイリューちゃんは、雇用しているお供の中から好きな子を選んでおくといいですよ。ハンターさんの宿っているお供の中にも、クエスト行きたくってうずうずしている子がいるかも。詳しくはお供ボードのヘルプも確認してみてくださいね。それではこれからもアイリューちゃんのことは私にお任せくださいな。また来てくださいね。いい香りは。これ一人でしょったら結構精神やられるな。一応分かったかもしれないですけど、一応はい、一個です。うんうんうん、これか。うん、ハンター、ニャンター切り替え、ニャンター選択、ポート、でもニャンターまだ もらってないよ。どうやった？エレンはどこ行った？猫になってる。
雲渡る坂道も自転車で駆け上る。すごい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 。これなんかこうあれでダメなのいけないの、このアクションじゃなくて、あそうそう、これでニャンターとかできないの、オッケーできないわけ。どうだっけ、これでモード切り替え、あはははは、すごいね。これでも一回行ってみるか、ニャンターで。ニャンターっていうか、そのあれなんだっけ、あ どうすんだ、よしよしよし、うん、歩くの早いね。うん、これでね、あのニャースで一斉、お置いた、あ音だ、ちょっと白見づらいな、よっしゃ。お疲れさんです。サブターゲットの条件を達成したときにはスタートミニの中にあるサブ達成を選べばクエストの途中でも村へ戻る。あそうなん、サブターゲット達成したら、あそれでも戻れるんだ、まあ、達成だけではクリアにならないから注意してね。でもサブターゲットの達成だけではクリアにはならないから注意してね。はい、それではクエストを一覧を開きます、どうぞ。うんうん、都市需要競争フローノガ行きます。あれクエスト何だったっけ、フローガ3匹の納品、ブナハブラ3匹の討伐、急いで走るときあんな感じなんだ、ニアスは。まあでも猫っぽいね。ああ、うん、あ右手で以前に風呂感をしちゃく、あ、あれ文脈絶対読める人いないと思う。ポケットモンスターあるある、クエストに出たときのあの文脈一気に読める人、東大卒説。こいついつも飲んだくれやがって。そうじゃ、お主にこれを立ててんじゃぞ、小屋地玉、応急薬グレード、なんかいっぱい持ってんね。はい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 、もうなんかあのなんかこう行った行ったの感じ、ちょっとなんかやめてほしい。いいね、走るの早いよ、ポート。よし、頑張ろうな、ニャス。もうガはね、いること知ってんのよ。よ、俺ら仲良くやっていこうぜ。一緒の猫だぜ。あ、ほら攻撃してこない。ほら、毛づくろいしてくれよる。ねえ、ほら猫だっけん。攻撃どんな感じ？あ、すごい。おたが、これだよ、が。ニガムシ、ニガムシ、センチャクロアリ、え？
よしよし。わ、でも体力とかさ、そのニュアンスの時は気にしなくていいわけね。初めて知った。よし。ニュアンス頑張ろう。ちょっと声うるさい。ちょっとニュアンス声うるさいな。これ泣きながら走るんだ。ニュアンスは。5行こう、5行こう。かわいいんだけど、なんかもう俺が嫌いなやつらがいないかな。まあ、来た来た来た、もう絶対嫌い。もう何がもうあっちかあっちか。8に行きたい、8に行きたい。6は基本ね、海竜ばっかなんよね。かっこいい、これ。シャッターチャンス逃したわ。え、かっこいいんだけど。ハブってことはこいつじゃない？こっち来いよ、ハッサム。おじゃ、ブナハブってこと、ハッサムの進化系ってことでいいのかな。確かこっち2階いたよね、前。ほら、俺の記憶力やばし。あ、やった。フローが2、節虫、フローが3。お、フローが終わったんじゃない？クエストを確認。フローが3、やった。ブナハブラあと1匹。あ、これ簡単だ。もう一回で、あ、おった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 。よー、ブナハブラ。ガンモドキ。はい。うわ、結構来た。ちょっとこれダメだ。落ち着いて攻撃せんとダメだ。よっしゃ、よっしゃ。メニューのサブターゲットなんてろ達成。よし、ああ、喜んでる。やったやった。あ、こうやっていくんだ。いちいち戻らなくていいわけね。ちょっと待って、エレンより、ニアスの方がいいんじゃない？やった。なんかレベル上がった。よっしゃ、もう今日はここまでにしよう。疲れた。
久しぶり。一回エレンに変えとくか。ありがとう。ま、これ毎回景色見せてくれるわけね。うん、ありがとう。サンキュー。はーい、ありがとうございます。あ、でもそこ解説された？もしかして。やってる？お、サポートコードやお供スキルを別のお供に覚えさせます。え、習得済みのサポートコードを別のお供に覚えさせます。あ、市販代。お供スキル、あ、別のお供で2匹目のやつに教えさせますってことか。ははは。え、おい、それ、すんな、やめろ。おい、どうした？こよしと友と、もしさよならしたくなってしまったとき、そんなときはメニューからお供解雇を選んでくださいね。お供の解雇は私たちお供解雇窓口じゃなく、お供ボードではね、スタートメニューからでもできますよ。今日はどんなお供の話ですか？いやいや、別に大丈夫。あら、またお越しください。いや、かわいそうだしょ。ねえ。そうなるよ。話せおらってなるでしょ、絶対。ブララビスター、これあれよね。シュレックの。あ、だ。シュレックの猫ちゃん。どうも、竹中直人です。全然似てない。竹中直人さんが声優しとるやつ。もうなんか、かわいすぎる、君は。はい、切り替えます。ああ、ほら、よし。このまたこのなんかむさ苦しい顔。よし、ちょっと待って、一回今日はもうここで終わろう。疲れました。よし、寝ようかな。エリンギベーコン巻き枕。はい、すやすやしてます。それでは皆さん、今日はどうだったでしょうか。目標のあのガを捕まえるとこまで、行きました。あとハッサムも倒しました。ということでね、今日のところはここでお休みしたいと思います。なんかね、またちょっと目が疲れちゃったってこと聞き方はね、もう寝て、もしよかったら起きて、また僕の動画流しに脳死しながら見ててください。今日はもう皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみに。ではグッドラック。コンビニの店員さんって忙しいですよね。袋いりますかとか、おにぎり温めますかとか、何かと聞くことが多くなったこのご時世。次回、ポケットモンスターアルセウス、絶望の果てに届けた境地。最初からちょうだいよ普通のピッケル。これから面白くなっていくんだ。